ナイス。ガンギプレイということですね、今日は試合2回戦ということですね。前回の動画を見てくださった方は分かると思うんですけど、今僕たち静岡に来ていて、今大会はですね J12 の大会に出場しているということで、賞金差は50万円の大会です。おお、はい、頑張っていきましょう。はい、お願いします。あ、賞金は50万円なんですね。今回50万円です。おお、なので、はい、J12 なので、まあ、賞金総額なしの大会に比べるとポイントが入るんですけど、うん、まあ、賞金総額100万円の J17 とかと比べるとちょっとポイントが入んない感じになってるん で、うん、で現在のランキングとかはあの謙信が編集とかであの詳しい情報は載せてくれてると思うので、ぜひそちらの方もチェックしてほしいです。はい、で今回の対戦相手なんですけど、前に僕はオーストリアから帰ってきた後に1回ロイヤル の賞金総額なしの大会に出場したと思うんですけど、その大会で3回戦で、うん、あの当たったすごい深い対戦相手なんですね。ああ、はい、そのね、その動画が多分13万ぐらい再生されてるんですかね。確か損害されてたね。はい、で左利きの選手で、うん、今回はリベンジ戦ということで、はい、でまあ、今の自分のまあその気持ちどういう風に思ってるかっていうと、まあ、正直なところ、まあ、ちょっと不安な気持ちはありますね、ぶっちゃけ。なるほど。はい、まあ、理由としてはその今回のサーフェスはインドアテニス、インドア、まあ、じゃあインドアで、あとカーペットコート、うん、めちゃくちゃ速いんですね、うん、なんで僕とかやっぱりこうちょっとテイクバックの大きい選手だったりとかスピン打つ選手だとやっぱちょっとタフな戦いになる、はい、だから1回戦は結構最初結構手こずったんですけど、それでも結構後半にすごい良くなったよね、うん、アジャストしてきて、うん、で何よりも1回戦良かったのがサーブだったんですよ、はい、サーブがめちゃくちゃ良かったんで、そのブレイクされないでカーペットでしかも、うん、そこがやっぱり勝利につながったと思ってるんで、今回の試合も正直サーブがめちゃくちゃ大事になってくるなっていうふうに思ってます。はい、はい、なのでそのサーブに集中ですね。ですね。はい、まあ、けど、まあ、少しこの不安な気持ちはもちろんあるっていうのは正直な気持ちなんですけど、まあ、それでもあの絶対に 100% 最後までファイトするっていうのは誰にもできることだと思ってるんで、うん、そこのファイトの気持ちだけは絶対に持つで、勝つためにしっかりその選択肢をいろんな選択肢を選ぶ、うん、そこを本当に集中して本当頑張っていきたいなっていうふうに思ってます。はい、はい、まあ、けどリベンジ戦なんで勝ちたいですね、絶対に。そうだね、はい、確かに、うん、マジ勝ちたいな、はい、なんでちょっと必死に頑張っていきたいと思うんで、はい、皆さんぜひ画面越しから熱い応援よろしくお願いします。試合動画へどうぞ。ガンギプレイってことですね、動画の途中なんですけど、今日はですね皆さんに重大発表があるので少し長くなってしまうんですけど、ぜひ最後までご視聴お願いします。なんとですね、吉田よりチャンネルに新しくスポンサー様がつきました。はい、めちゃくちゃ嬉しいです、ありがとうございます。はい、でどういうスポンサー様が今回ついたかというとですね、こちらのバイタス様という企業様がサポートしてくださることになりました。でこのバイタス様とはどういう企業様かというとですね、まあ皆さんもう見て分かった方は分かると思うんですけど、サプリメントを作っている会社になります。で今日はですね、まあいろんなサプリメントバイタス様作ってるんですけど、その中でも今日は僕のおすすめの2トップのサプリメントを今日は皆さんに紹介していきたいと思います。まずですね、こちらのプロテインなんですけど、こちらのプロテインすごくおすすめになっています。まずおすすめポイント1なんですけど、味がめちゃくちゃ美味しいです。僕ですね正直プロテイン飲むのがすごく結構苦手な人だったんですけど、ちょっとプロテインってやっぱ癖があるんで、ただこのプロテインは美味しすぎてびっくりしました。なので本当に継続できる、いろんな味があるんですね、まあ、チョコレートだったりとかストロベリー味だったりとか、まあ、キウイ味だった
ったりとか、まあ、僕はこのストロベリー味とキウイ味をすごくおすすめしてるんですけど、まあ、ちょっと甘いものが飲みたいなっていう方はですね、まあ、このストロベリー味やばいです。もうこれほんとジュース感覚で飲めるんで、一回これほんと試してほしいです。でこのキウイも本当にジュース感覚で飲めるんで、もう一度これをちょっと試してほしいっていうのがまずおすすめポイント1なんですけど、おすすめポイント2が次溶けやすい。やっぱりですね、ちょっと溶けにくいプロテインっていうのはやっぱちょっとあるんですけど、このバイタツ様のプロテインはもう少しでもバーってこのシェイカーなんですけど振っただけですぐ溶けてくれるので、すごくほんと飲みやすいプロテインとなっています。でまあプロテインはですね、まあちょっと知らない方のためにちょっと説明なんですけど、まあスポーツやってる方はもちろん飲んだ方がいいんですけど、スポーツやってない方にもすごくほんと飲んでほしいサプリメントになっていて、やっぱりこうタンパク質を手軽に補給できるっていうのが売りなんですね、プロテインの。なのでやっぱタンパク質っていうのはやっぱ生きてたら絶対必要な栄養素になってくるので、もうスポーツやってない方もやっぱこう朝起きた朝食と一緒にこうプロテイン飲むとか、すごく本当にこれおすすめなんで、ぜひ皆さんこちらのプロテインぜひちょっとチェックよろしくお願いします。でもう一つの僕のおすすめのサプリメントなんですけど、こちらの EAA になります。この EAA はですね、本当にすごいです。僕ちょっと正直今までプロテインしか飲んでなかった人だったんですけど、こちらの EAA をですね飲んでからですね、結果が本当に変わりました。テニスの、まあ、EAA ってどういう時に飲むかっていうと、練習中だったりとか試合中だったりとか、まあ、トレーニング中、まあ、何かをやってる時に結構飲むあのサプリメントなんですね。これを飲んでからもう全然違います。すごくいいです、 EAA。 やっぱりこう試合中だったりとか、まあ、トレーニング中に結構飲むんで、まあ、今まで結構スポーツドリンク僕は飲んでたんですけど、スポーツドリンクを飲むとですね、やっぱちょっと甘すぎて結構気持ち悪くなることが多かったんですね、僕の場合は。なので結構お水を飲むことがあって、飲んではなかったんですけど、こういう系のドリンクっていうのは。ただこの EAA はバイタス様のめちゃくちゃ味が美味しいんで、本当に試合中とかに飲んでも全然気持ち悪くならない。やっぱりスッキリしてるんですね、全部味が。まあいろんな商品があって、味があって、まあこのヨーグルト味だったりとか、まあキウイ味だったりとか、まあライチ味だったりとか、まあその中でも僕がこの味で一番おすすめするのがこのライチ味です。めちゃくちゃ試合中とか愛用してるんで、ぜひ皆さん EAA、 もうこれは絶対飲んだ方がいいです。もうジュニアの皆さんだったりとか、まあ今からちょっとこう筋トレ頑張りたいよっていう方はですね、絶対飲んだ方がいいんで、間違いないです。このプロテインと EAA も絶対セットで飲んだ方がいいんで、もうおすすめします、断言します僕が。でこちらの商品ですね、概要欄から新しくですね、あのスポンサー様の欄からですね、あのリンクが、バイト様のリンクあるので、アマゾンのリンクあるので、そちらのアマゾンのリンクからぜひ皆さんこちらの商品ご購入よろしくお願いします。はい、アマゾンのリンクからです。もう本当にいろんなあの企業様からですね、もうサポートしてもらっていて、今はもうファンの皆様にも本当はいつも温かいコメントでサポートしてもらってるんで、やっぱそういう応援のおかげで僕本当に頑張れてるので、これからもですね、あの僕の目標としている全日本選手権に向かってあの頑張っていくので、はい、新しく、はい、このバイタ様と共に頑張っていくんで、ぜひ皆さんこちらのバイタ様注目お願いします。そしていつも応援ありがとうございます。では試合動画へどうぞ。ゴー。
ゴー、はい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 、あいたいたいた、もう何これ、
ナイスだ、ナイスだ。レッツゴー。よし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 。おお、すごかったね。めっちゃ嬉しそうじゃん。ありがとう。よかったね。マジありがとう。おめでとう、おめでとう。マジありがとう。よっしゃ。今月一番嬉しい勝利なんじゃない？やばい。おお。皆さんありがとうございます、応援。いや、おめでとう。やばい、めっちゃ嬉しいわ。おお。嬉しいね。めっちゃプレイよかったね。勝てると思ってなかった、マジで。あ、そうなんだ。いや、ファイトしたわ。おお。マジ自分のこのネガティブな気持ちに勝った、めっちゃ。もうポジティブなエネルギーに変えて、初めて自分に打ち勝った、マジで。おお。マジで殻破った、これは。いや、破ったね。マジ破った。おお。マジなんか最近なんかあんまりこうなんていうの、試合取りこぼしとかっていうのはなくなってきたんだけど、ちょっとなんか自分が勝ちたいっていう相手に全然勝てない試合が結構多くて、はい、でこの対戦相手の選手に2連敗してるんですね、自分で。その対戦相手の選手に、しかもカーペットコート、インドアコート、自分が苦手なコートで勝利することができたっていうのは、マジで自分に打ち勝った。うん。今日はマジで自分との勝負だった。だから本当に結構ネガティブな気持ちっていうのがたくさん頭に出てきて、試合前は、うん、大丈夫かな大丈夫かなみたいな。けどそこで、いや俺ならいける俺ならいけるっつって、
マジ自分に言い聞かしまくって、もうクレイジーなぐらい、うん、でとりあえずもうファイトしようみたいな、もうワリアーになれって思って、はい、やったらなんか勝った。よいいね。やべ、このワリアースピリットだな。そうだ、ね、これなかったの最近。確かに、ちょっと石川の時とかさ声出してたけどさ、うん、このワリアースピリットなかったじゃん。今日やばかったじゃん、パッシングショットとか。いや、すごかったね。めっちゃ足、もうはちゃめちゃだった、すごかったね。めっちゃ足動いてたじゃん。スーパーサイヤ人だった、ね、いや、スーパーサイヤ人いってたよ、これ。これだわ、これが。めっちゃいいね。これがマジで、吉田より覚醒バージョン。うん。これを、毎回出す。はい。これだわ、マジで。ね。超嬉しいわ、ほんとに。さ、あの、ファーストサーブがすごい、なんか、やばくなかった。ファーストやばかったね、マジ。もうこれ、石井コーチの特訓の成果でしょ、確実に。やばかったね、マジで。すごいね。これマジ特訓の成果出たね。出たね。最後まで本当にこう、この勝利につながり、つなげたのはこのIAのバイタスのIA様。はい。最近スポンサーになってもらって、うん、ですごい味も美味しくて、タンパク質と、あ、タンパク質じゃない、プロテインと比べて吸収速度もすごい速いんで、うん、プレー中だったりとか、はい、練習中だったりとか、まあ、そう何かやってる最中にすごいおすすめなんで、すごい本当これに今日も助けられました。はい。皆さんぜひこれ概要欄の Amazon のリンクからこのIAご購入できるんで、ライチ味だったりとかいろんなヨーグルト味、いろんな味があるんで、まあこれキウイ味なんですけど、すごく本当にいい商品になってるんで、テニスやってる方、まあスポーツやってる方はもうみんなにすごいおすすめなんで、ぜひ皆さんこれ興味ある方はご購入お願いします。うん。で他にも僕のスポンサー様、テニスアン様、もう本当ギフターメン様で、オニシップさん、浜松の日が眼科医様で、もう本当に初期の頃からこの4つのスポンサー様っていうのを応援してくれていて、もういろんな本当素晴らしい商品があって、テニスラウンジで言うとテニススクール。名古屋中心に展開していて、ぜひ皆さん通ってください。で、ギフタンメンはもう最高のタンメン、はい、マジでお世辞なしで超うまくてやばいぐらいうまいじゃんあれそうだね、俺たちの大好物のラーメンで、はい、で、オーニーシェフ様はもうほんと最高の派遣会社、うん、なので、それでもうなんかイベントとかすごい困った際はぜひオーニーシェフ様を問い合わせてもらって、誰か選手、人をすぐ手配してくれるんで、うん、人手が困ってる方はぜひオーニーシェフ様お問い合わせお願いします。はい。浜松の日が眼鏡様、オルソケラトロジー、何回か動画で紹介してさせてもらったんですけど、近視を防ぐものになっていて、普段みんなメガネをつけてこう目が悪い人は活動するじゃないですか、はい、やっぱりこうメガネとかつけてると練習とかやってたりとかするとやりにくいじゃないですか、プレー、うん、だからそういう時にオルソケラトロジーすごいおすすめで、寝る時にそのコンタクトレンズ、オルソケラトロジーをつけることによって日中そういうメガネとかコンタクトレンズをつけずに活動できるんですね、はい、だからめちゃくちゃいい商品になってるんで、ぜひオルソケラトロジーも概要欄からぜひ注目お願いします。お願いします。はい、って感じです。もう本当に僕のスポンサー様のおかげでこういう素晴らしい活動できてるんで、丁寧に本当に紹介させていただきました、うん、いつも本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、で、はい、今回の試合についてちょっとこれから話していきたいんですけど、うん、まあ先ほども言ったんですけど、正直勝てると思ってなかった。ああ、はい、なんかもちろん負けるつもりでコートには立ってないけど、うん、向かってないけど、自分の中でこうコートに向かうときに大丈夫かな大丈夫かなみたいな、はい、いけるかなっていうすごい心配があって、けどやっぱ俺前と比べて石井コーチとかと特訓して、うん、で海外の修行とかも今本当に成果出てきて、絶対強くなってると思ってたから、絶対俺ならいけるって、全部出し切れば絶対いけると思ってたから、うん、そこを本当信じ切ってただファイトしたっていう感じですね、メンタル的な部分でいうと、うんうんうん、で今日は本当にそこのディフェンス的な部分ですごいプレーが光って、本当相手のミスを誘えることもできましたし、相手にすごいそこでプレッシャー与えることができて、パッシングショットとかもすごいうまくいきましたし、で攻めるとこは攻めるで結構うまく展開することができたんで、本当に良かったのかなって思ってます、そこね。でサーブ、うん、にめちゃくちゃ助けられたと思ってて、はい、この試合で分かりましたね、サーブがどれだけ重要かサーブがあったら簡単だわ試合。なるほど。やっぱゲーム取れるから相手もめっちゃプレッシャーかかって、うん、サーブの重要性がマジで分かった。確かに。で今回何がマジでサーブもめっちゃ良かったんだけど、それ以上にリターン、途中で変えたんだよ俺、うんうん、ああ、うん、それ見た見た見た、前の方にしたよね、そうしっかりめっちゃ前に行った、うん、結構後ろでちょうまく返そうかなみたいな、うん、対戦相手の選手はサーブアンドブレーそんな出る選手なかったんで、とりあえず返してストローク戦持っていけばいいかなと思ったんで、サーブアンドブレー出る選手には結構前でプレーするように最近してるんですけど、出なかった、出てない、出なこなかったんで、けどやっぱりコートが速い分逃げていくから、うん、すごい取りにくくて、じゃあちょっと前で取ろうと思ってバックのリターンやばかったマジで石井コーチのこの面合わせてこれがマジでね、すごかったね、しっかり斜め前に行ってたね、よりしかもちゃんと、うん、そうで相手がこうちょっとスライスの構えしたらちょっと前に行ってプレッシャーかけたりとか、最後2セット目、うん、でフォアはもう俺バックに構えてたからほぼ、うんうんうん、相手左レフティだから、でフォア来たらもうストレスって決めてたから、おー、そう、それでもう展開してみたいな。なるほど。何よりもマジで本当に結果で
いつも応援してくれている視聴者の皆さんに成長してるっていう姿を見せることができて本当に嬉しい。いやもうビッグ成長でしょ、はい、これはマジで嬉しい本当に。よかったマジで。よかったね。初めてだ俺なんか勝てると思ってなくて勝った試合初めてだった。あいつもなんか俺結構こういう強い選手に勝つときって本当になんか勝てると思ってるんで練習中からすごい調子よくて、うん、俺今日これいけんじゃねみたいな思ってるけど今日はなんか俺全然正直本当にそんな気持ちなかった。うん、よりが思ってる以上にやっぱり技術があるんじゃない。ボールの質がすごいじゃんやっぱり。マジ最近しっかりマジ深いじゃん。俺的にはちょりちょりなんだよね。全然ちょりちょりじゃないでしょマジ。おめでとう剣士。マジないっす。ありがとう。おめでとうっす。ありがとうございます。剣士にも本当にありがとうございます。はい、まあ、本当この勝利はすごいでかいと思うんで僕にとって今日は本当自分のこと褒めてあげたいなというふうに思ってます。いやそうだね、はい、で明日はまた明日でしっかり集中してファイトするんで、はい、また皆さん明日頑張っていくんで試合参加戦の方も応援お願いします。お願いします、はい、で改めて僕のスポンサーのテニサン様、リフタム様、オニシフ様、浜松の日焼け様、そしてバイタ様、本当にサポートありがとうございます。最高です。で僕のこの T シャツもぜひ応援グッズとして応援していただける方はぜひ概要欄からご購入できるのでぜひよろしくお願いします。また、はい、3回戦の動画でお会いしましょう。次回 OK どうぞ。グランキブレイというですね、今日は試合ということでですね、現在僕たち賞金総額50万円の大会に出場していて、グレードは J12 で全日本選手権に向けてポイントを獲得するために現在たくさん試合に出場しているという最中です。はい、お願いします。お願いします。お願いします。おー、ナイスナイス。ああ